ちょいちょい。いい記者を失うのはいつも辛いことだが、最高の記者となると、言葉で言い表せないぐらいがっこりくるもんだな。なので別れの挨拶は君らが生まれる前から彼を知る長老に頼む。ロビー。ああ、了解。ご指名をどうも。ああ、ただ長老ってのはさすがに聞き捨てならないがな。スチュワートの退職は俺にとっては特別ショックだ。というのも、もうどのくらいになる？ああ、20年か。彼とはポーカー仲間で随分と稼がせてもらった。おかげで横になってみるのでロムル感じになります。やめてもポーカーはやる。そうか、問題解決。せいぜい取り返せ。ところで退職の時期だが、どうして今この時なんだ。妙なタイミングだ。角のオフィスが空になって、月曜には新しい局長が来る。その前に辞めるとは。教えてくれ、どんなクソったれが来るんだよ。味はどうだい？おいしいわ。食べないの？ああ、これはマイクロだ。僕は今甘いものは立ってるさ。ワシントンの情報見た？ああ、引っかかるよな。おい、届けるな。警察が嘘を言ってるのは分かってる。黒幕は誰なんだ？ああ、じゃああくまでだんまりか。いや、ダン、怒ってるんじゃない。長電話のせいで飯が食えなくて腹が減った。何か食ってくるから1時間で決めろ。どっちみち記事は出す。正しい選択をしろよ。じゃあ。情報ありそうなの？多分。ただ我々向きじゃない。電話乗り気だ。うちで扱うには弱いってこと。何が弱いって？例の警察の犯罪件数。ああ、じゃあ裏は取れたのか？すぐ取ります。なら決めるのはその後だ。送別会は？ああ、よかった。ロビンのスピーチが最高だろうな。ルービンとコナーはタイムズへ。また引き抜き。ああ、聞いた。吸血鬼か。でもマイアミから新局長が来るからお相手だ。ボストンには来たことあるのかな？きっと初めてだ。地図をプレゼントしよう。向こうじゃ 15% リストラしたって。最高。ロビー、新局長はリストラ行く？さあな、知らない。会って話すんでしょう。ああ、そうだな。うちのネタについて。どうだろう。だがベンが待ってる。犯罪件数のネタをどうするのかって。スポットライトで特集するほどじゃない。バロン局長。ロビンソンです。ああ、ロビーと。週末に申し訳ない。いやー、とんでもない。よかった。その本は？ああ、バンビーノの呪いだ。ああ、あれいい本です。野球なら社が年間予約席を持ってるので、ぜひ。どうも。ああ、ただ正直野球ファンっていうわけじゃないんだ。その街を知ろうと思ってね。ああ、それでなら。君はボストン出身か？そうです。生まれも育ちも記者の多くも地元出身です。だからグローブはいわば地元紙のようなもので。タイムズ傘下に入ってもそれは変わらないのか？ああ、ええ、それほど影響はありません。そうか。では君がスポットライトランのデスクってわけだ。自分じゃ選手兼監督のつもりですが。ええ、スポットライトはご存知？いや、あまりよくは。チームは4人、皆で手分けして仕事に当たってます。統括は部長のベン・ブラッドリー。取材ほか全て極秘で進めてます。今載せてるネタは？道路の手抜き工事に関する特集を掲載中ですが、すでにチームでは次のネタを探してるところです。取材期間はどのくらい？そうですね、2、3ヶ月。そんなに？ええ、腰を据えてやります。いざ方向性がまとまれば取材しながら1年以上連載します。問題あります？いや別に。ああ、ただ最近の傾向だが、インターネットの普及に伴って新聞の読者数が減ってる。いろいろと厳しい目で検討しないと。ではもっと経費を削減すると？まあ
そうできれば言うことないんだが、今はまずグローブを魅力的な新聞にすること、うん、そのための方法を考えたいと思ってる。すでにやってることですが。だろうね。しかしもっと努力できるんじゃないかな。ベン。いや、警察発表を見た。怪しい。なあ、裏がある。まだかかるか。あと1週間。どこへ行くんだ。編集会に。お前がか。一応俺も編集長だ。一応な。バロンとの相性はどうだ。よくわからない男だ。珍しいな。そっちは。最高に愉快なやつだ。おはよう。では始めます。局長からどうぞ。そうだな。ああ、どうも。みんなすでに知ってると思うが、私はマーティ・バロンだ。新しい編集局長だ。それじゃあ一人一人順番に自己紹介してもらおう。よろしく。じゃあピーター。都市圏担当カネロスです。道路建設の問題を追ってます。スティーブ。マイク。ひどい試合だった。とにかく打てない。なあ、知ってるか、なぜアイリーンが編集会議に。何探ってるんだ。好奇心さ。よそで探れ、こっちも忙しいんだ。分かった。じゃな。ああ。マルティネスは9月まで故障者リストだ。監督は復帰させる気だが、まず絶望でしょう。 NFL に間に合うじゃあこれでもう全員か。はい、そうです。あ、そうか、よし、ありがとう。ああ、みんな今週のアイリーン・マクナマラのコラムを読んだかな。ゲーガン事件ですか。そうだ。続報はどうした。でもコラムです。どんな続報を書けと。ゲーガン神父は30年以上も教区6カ所で子供たちを性的に虐待してきた。被害者の弁護士はガラベディアン。その彼によれば、ロース桔梗は15年前からその事実を知りながら放置してた。あの弁護士は変人だ。それに教会は否定してます。意見が対立してる。ガラビディアンは桔梗が知ってたことを裏付ける証拠文書を持ってると言ってる。確か文書は封印されてるはずです。ボストンの神父が80人もの子供を虐待し、それを教会が無視した可能性があるのに、うちで出した記事といえばこの半年で2本だけだ。地元紙としては決して見過ごしてはいけないネタだった。少なくともその文書の精査が必要だ。どうやって手に入れます。そうだな、ここの法律は知らないが、フロリダでは裁判所に申請する。教会を訴えると。訴えるんじゃない、文書の封印解除を求める申請を出すんだ。教会は訴えると受け取ります。世間もそう思う。なるほど。初日から息盛んだ。まあそうも言えるな。上の連中がどう出るか。車種は冷や汗もんだろうな。どうも。閉めろ。会議は例のゲーガン事件の証拠開示を申請することになった。教会を訴える。うん、そりゃすごい。3年前にゲーガンの記事は載せたし、局長はその頃マイアミだ。しかもいた新聞社はタイムズだしな。地元を知らん。それで開示される可能性は。まあ判事によるだろうな。それと教区にもよるぞ。ブラッドリー。いや、わかった。局長がお呼びだ。俺も。わかった、ありがとう。じゃあよろしく。明日社の顧問弁護士と会う約束をした。アルバナと。それで判事は誰に。スウィーニー判事だ。手ごわい。というと。敬虔なカトリックです。ところで、過去の記事を読んだが、ゲーガン事件についてこれまであまり取材はしてないようだな。ここでは。いえ、しました。ちゃんと掘り下げた。都市圏のアームストロングと宗教欄のポールソンが。なるほど。しかし実際に出たのは事件を報じた単発記事だけだ。
老枢機卿が虐待の事実を知ってたかどうか長期にわたって徹底調査したわけではない。ねえ、そこまでは。君のチームでできるか？スポットライト、ただ次はボストン死刑のネタってことでほぼ話が決まってます。後回しにできるか？ええ、スポットライトが成果を上げてきたのはチーム自らネタを選んだのが大きい。では検討してくれないか？記事になるかは分かりませんが、彼には伝えます。じゃあ。よう。どうでした？それだ。ああ、局長が我々に芸願事件を追えと。すごい。もう報道した。弁護士が枢機卿の不作為を告発した。うん、道からメディアね。ああ。裁判所で取材した。近づけるか？一度会っただけだから変わり者よ。得意だ、俺やります。よし、頼んだぞ。それとポーター事件の時に原告弁護士だったマクリッシュにも話を聞く。あいつか、よくテレビに出てるな。ポーター事件ってどういう？ほら、あれ、ポーター神父が10年前フォールリバーで子供十数人を虐待した。じゃあ警察ネタはボツ？ああ、ボツに賛成。いや、それは後回しにするだけだ。このネタの取材はいつも以上に慎重に頼む。いいな、どこも関心を持ってる。ヘラルドだけじゃない。何より証拠をつかむまで枢機卿本人に知られるな。よし、頑張ろう。出発は何時？9時よ。教会の駐車場にバスが迎えに来るの。全部で40人。ドミニク神父も運悪く来られないって。運じゃないでしょうけど、おばあちゃん前に160ドル儲けたの。すごいな。おばあちゃんには確かじゃないし言わない。教会を訴えるんだろう。大事になるぞ。ヤリさん、これ関係ある記事のコピーを頼むよ。ええ、スポットライトで集めたらオフィスに送って。すいません、車種のオフィスはどこかな？わかった。どうだ、マーティ、慣れたか？ええ、なんとか。そうか、話とは？芸願事件の証拠開示を申請したいんですが。では、教会を訴えると？いや、申し立てを提出するだけです。でも、そうです。重要なんだな。はい、そうです。やれば教会は間違いなく強硬に反撃してくる。うちの定期購読者は 53% がカトリックだ。影響は大きい。興味を持ってもらえるといいだろう。マーティ、新任は枢機卿に挨拶に行く慣例だ。連絡は？ええ、もらいました。早速来週行ってきます。この件は伏せとけ。すみません。こんにちは。ご用件は？どうも、ボストングローブのマイク・レゼンデスです。ガラベディアンさんは？電話中です。かけてお待ちを。どうも。失礼しました。続きを。ビル、書類は一体どこだ？机に置けと言ったはずだぞ。あのロビンソン記者にお越しいただけるとは。久しぶり。彼女はサーシャ・ファイファー、マクリーシュだ。どうぞよろしく。ゴルフはします？ああ、いえ。よかった。去年のチャリティーゴルフで彼に金をふんだくられた。パットが決まってね、あんなの目をつぶっても入れられた。そうか。で、今日は？ああ、芸願事件のことは知ってるだろう。もちろん。
原告80人全員個別訴訟だ。ガラベリアンは大変だ。だな、老朽表への告発でもあるし。ああ、それだが、ああ、なんというか、この手の事件はどうにも始末が悪い。ああ、時効はたったの3年、被害者の多くは虐待された後も長く口を開きたがらない。どうしてです？まだ子供だから恥や後ろめたさが強い。ああ、多くは貧しい地域の子供で、頼みの教会を悪く言う者はほとんどいない。そのうち時効が来てしまう。そもそも、たとえ裁判に持ち込めても、聖職者面積によって賠償は最高でも2万ドルだ。たったの2万？子供を虐待して？そう、法制度がそうなってるんだ。教会ってのは実に厄介だ。だから、メディアを巻き込むのが一番効果がある。ポーター事件で、私が使った手だ、うん、ただ被害者の大半はテレビに出るのを嫌がる。それにガラベリアンは偏屈でテレビ向きじゃない。ああ、確かにな。被害者を公の場に引っ張り出せないとなると。ああ、その通り。この先長い長い戦いになる。ローの認知を裏付ける証拠を持ってるっていうのも怪しい。それじゃああれはハッタリだと。裁判を有利に運ぶためのスタンドプレーだろうな。そこまで無謀か。ガラベディアンに会ったことは？私は申請書を書けと言ったんだ。誰が出せと言った？ビル、昨日の事件を。どうも。誰だ？ボストングローブのレゼンデスです。1時間前に約束を。手が離せない。無理だ。シャロン、今コーヒーを飲みに出て行きましたよ。記事の続報を書きたいんです。君フェニックスか？いえ、グローブです。フェニックスのは読んだか？いや、まだ。いい記事だ。どこかにコピーが。いいですよ、後で見ますから。アイリン・マクナマラが書いてた訴訟についてお聞きしたいんです。訴訟ってどの？84件ある。全て個別訴訟だ。正確に言いたまえ。わかりました。まず背景情報を聞きますが。録音はしてないな。ああ、この通り。許可なくしない。教会の証拠文書ならここにはない。封印されてる。知ってます。教会は弁護士監視委員会に3度も私への苦情を訴えた。ずっと監視してる。教会は？そう、教会だ。ああ、資格を剥奪しようとしてる。やめろ。しまえ、うん。ここでした話は記録するな。メモも録音も全てダメだ。はい。いや、話をするのもやめとこう。では。ちょっと待ってください。全部を話せないのはよく分かってます。でも報道すべき重大な真相があるはずです。記事はフェニックスに出た。俺は読んでません。誰もあんな新聞読まない。破綻寸前、力もない。でもグローブは違う。うちが書けば広く伝えられる。教会は何世紀も存続してきた。君の新聞社が勝てる相手だと思うか？ねえ、思います。あなたはどうですか？勝てる？君と話してる時間はないんだ。とても多忙でね。シャロン！どうも。ああ、うん、依頼人に会わせてもらえませんか？被害者にぜひ頼みます。考える。明日電話を。ああ、ありがとう。頼まれた資料を持ってきた。そこに置いて。教会の記事を書くの？いや、直接記事にするわけじゃない。マット、フィル・サビアノって人を知ってる？いや、
誰だ。被害者団体の人よ。ポーター事件の後、うちの記事に載ってる。被害者団体があるのか。ええ、神父による虐待被害者の会、略してスナップ。安っぽい名だ。うん、調査しますか。ああ、呼び出せ。資料の整理はいつまでかかる。多いから2、3日。それにまだ増えそうです。よし。いたぞ、また別の神父だ。バレット神父、フィラデルフィアで子供を虐待、その後ボストンに移動、ここでも同じことを繰り返した。本当？ゲーガンみたい。それうちの記事か。ええ、97年リバデネーラの署名記事、宗教欄の担当だった時だ。で続報は？小さいのが一本だけ。ああ、教会がもみ消してます。ジム・サリバンも友人だ。なぜ？教会側に雇われてます。またダメか。ラミレス以外長打打てないのか。何してる、試合を見ないのか。見てるとイラつくから。ビールでも飲めよ。ああ、いい考えだ。ありがとう、買ってくる。誰か食い物は。いや、いい、やっぱりホットドッグ。取材は進んでるのか。うん、順調です。いいネタですし。じゃあ君も教会に幻滅した元信者ってか。いい情報が入ってます。どんな。俺は感染中、聞いてない。また別の神父が、バレットです。俺が書いたぞ、前に記事にした。ゲーガンやポーター同様、彼も数年おきに記憶を転々とさせられてた。パターンになってるんです。いまいちだな。他には。サーシャが被害者団体のフィル・サビアノを見つけて話を聞くと。スナップの？あいつか。それも記事にしたぞ。試合を見てるんじゃないのか。やつは完全に病んでる。二三記事にして以来、あの男から手紙の嵐だ。聖戦のつもりさ。じゃあ会う価値もないと。ガラベディアンの方は。会いに行きました。マクリー氏は怪しいと見てる。何か握ってます。だったら確かな情報をつかめ。名声と捜査の意思が問われる。バンカーは避けろ。100万年経ってもそこまで届かない。前に捕まったぞ。そうか、じゃあ次はポールだ。調子は？いい。ヤンキースと競ってる。よし。新局長はどうだ。どうやら野球に興味はない。だが、なかなかできそうな男だ。ああ、長官に乗ってた。初のユダヤ系の局長だと。ろくなニュースがなかったか。妻子持ちか。いや、確か結婚はしてない。離婚か。そうじゃないと思う。いや、新局長は野球嫌いのユダヤ系独身男ってわけか。へえ。なぜベンじゃない、名門ブラッドリー家。ああ、手を挙げるのが遅かったんだろうな。ああ、ところでジム、バレット神父の記事を読んだが、お前が弁護を担当したって。ああ、バレットか。悪党だが、教会に頼まれちゃうな。ロー・スーキ教は彼の悪癖を知ってたと聞いたんだが、本当か。それは言えん、守秘義務がある。ああ、オフレコで。たとえオフレコでも言えん。そうか。教会を訴えたって。知ってるのか。ロビー、バロンってやつがどんなつもりで何をしようと俺は構わん。ただお前までとばっちりを受けてほしくない。関わるな。そっちへ行くぞ。先日私終了まであと5分になりました。欲しい情報は何でも手に入る。しかし正直事態のたるみ具合は重要。少し心配になりました。職にあぶれることを心配したから。そうではありません。皆さん、情報は大事なものです。しかし信仰はそれとは次元が違います。
ったんですか。その予定だったが、スタートが取れなかった。そういうんだ、スタートを取る。ゴルフは別名レジャーとも言う。君もやってみろ。やってます、走ってる。でも終了まであと4分になりました。休日出勤。フィル・サビアノの記事を読んでた。ああ、部長とスティーブ曰く彼をつついても無駄だと。ベンがメールしてきた。部長が？ああ、関わるなと。どうします？会って話を聞こう。じゃあ二人を無視して。この取材では先入観は全て捨てよう。賛成です。ああ、局長には先の見通しがあるんですかね。ないな、そんなこと気にしてない。なんかいいな。ええ、彼が正しければ。終了まであと3分になりました。新聞社には昔から憧れがありました。ハーバード時代は新聞学もよく受講した。読みました。編集長をされてたそうですね。ええ、そうでした。それこそ大昔のことですが、ミシシッピーレジスターという小さな教区内の新聞です。ただ当時30歳の新婦には大層荷が重かった。とても大変でした。どうして？黒人の活動家と親しく公民権運動を支持していました。それが読者の反感を買ったのです。おせっかいなよそ者というわけです。よくわかります。ことに小さな町は終了まであと2分になりました。このボストンもおそらくあなたの目には小さな町と映るでしょうな。いろいろな意味で、もし困ったことがあればマーティ、遠慮なく言ってください。教会と新聞社が助け合ってぜひこの町を繁栄させましょう。どうも。しかし新聞社がその社会的使命を健全に果たすためには独立性が大事かと。もちろん。でも何かあればご遠慮なく。終了まであと1分になりました。どうぞ。ああ、ありがとう森。歓迎の気持ちです。枢機卿からの町のガイド本とお考えください。終了まであと1分になりました。生き残りと話すのは初めて。ああ、フィール、そうなんだ。そうか、じゃあ、まずは呼んでくれて今日はありがとう。我々スナップは全面的に皆さんに協力しますから。スナップのメンバーは何人くらいいるの？この支部は前回までは11、ああいや10人、カレンが引っ越した。女性もいるってことか。ああ、もちろん。神父の虐待に男女差はない。これは同性愛と関係ない。要は立場を利用した子供へのレイプだ。男でも女でも構わない。